この物語は実際にあった出来事を少し誇張してドラマ風にお届けしたいと思います。それはいつも通り動画編集をしていた時のことでした。もう今日の編集もなかなか終われへんな。ああ、もう編集終わらせない。もうこんな時間に誰よ。はい。何これ。うわ、怖い怖い怖い。え、またにすな。気持ち悪っ。はい。はい。視聴者さんですか？でも会話慣れへんわ。ちょ、なんなん、もうまた来たん。もうやめてや。あれ？あ、おらん。どこ行った？気持ち悪いなぁ。何やねん。もう変な増えたわ、マジで。はぁ、もう何やねん。うぅ、くそ。え、どうやって家入ってん、お前。おい、お前どうやって入ってんって。あ、それは俺？お前何やねん、お前クレヨンしんちゃんの大人帝国のなんかボスキャラみたいな顔しやがった。お前もうこっち来いよ、もう出ていけや。気持ち悪いな。早く、もうお前せいでかいし、お前顔長いな。うるっ。お前マジ警察呼ぶから、お前な警察呼ぶぞ。もうとりあえず出ていけ。お前もう不法侵入、お前犯罪やからな。言っとくけどな。あいつ、ちょっと待って。おい、しつこいぞ。お前警察呼ぶからな。もう。え、だからなんでおらんの。あいつマジでなんなん。気持ち悪いわ。え、もうリスナーじゃないんかな、もしかしたら。いや、だからお前誰やねん。なあ、おい、いや、お前マジで誰。んじゃなくてさ、やめろ、俺の布団で顎プルプルすんな。おい、お前ほんまに、ちょっとママジでさ、おい、こっち来い、こっち来い。もうええわ、もうな、もう我慢限界や、おい。なんか最後に言いたいことないか。俺の布団で顎プルプルすな。もうやっちゃった。はあ、もうええわ。もうとりあえず今日はちょっとベランダに隠しとこう。ああ、もう。よいしょ。よいしょっと。よいしょ。よいしょ。ああ。ふぅ。やばい。明日ちょっと山に埋めに行こう。これ。